ユーディメニューイン、ユーディメニューイン、ユーディメニューイン、1916年4月22日、ニューヨークから1999年3月12日ベルリンは、アメリカ合衆国出身のユダヤ系、バイオリン・ビオラ奏者、指揮者、音楽教師。年少の頃は演奏会における振動の象徴的な存在でもあった。愛機は、1742年生のグアルネギデルジェス。 愛称、ロード・ウィルトン。ユーリーとは、ヘブライ語で、ユダヤ人を意味する普通名詞の男性単数形であり、日本でメニューインのレコードが最初に発売された頃に、日本ビクター・チクーン機が、ユーリという呼び方を制定いたことから、日本では、一般的には、ユーリと読まれている一方、ウェブスターの人名辞典、リーダース英和辞典など著名な辞典では、イエフリとしている。 また、聖は、ヘブライ語では、メヌー品と発音するが、日本では、メニュー品と表記されることもある。同じロシア語名字を由来に持つ、著名人に、スティーブン・マヌーチンがいる。反シオニズムの立場を取るベラルーシ出身の、ユダヤ人哲学者を父に生まれた。4歳からバイオリン教育を受ける。7歳で、サンフランシスコ交響楽団と共演して、初舞台を踏む。 ルイスパーシンガー、ルッチェ・ロリッチの恩師に学んだ後、パリでジョルジュ・エネスコのドイツではアドルフ・ブッシュの訓導を受ける。妹ヘプシバはピアニストでしばしば兄弟で共演し、室内学の録音を行った。もう一人の妹ヤルタもピアニスト。第二次世界大戦中は他の多くのユダヤ系バイオリニストと同じく連合軍のために異問活動に取り組んだ。 1945年4月には、ベンジャミン・ブリテンと共に、解放後のベルゲン・ウェルゼン強制収容所において、イモム演奏を開いている。第二次大戦中、アメリカに亡命していた、ハンガリーの作曲家、バルトーク・ベーラを深く尊敬し、貧困と病気に苦しむバルトークへの援助を兼ねたり、無伴奏バイオリン・ソナタの作曲を依頼したりしている。バルトークはこれに応えて、 無伴奏バイオリン・ソナタ、SZ-117、BB-124 を作曲し、この作品をメニューインに検定している。1947年からドイツを再放して、ビルヘルムフルト・ベングラーと共演した。メニューインは、ヒトラーのドイツは滅びたのですと言って、ドイツとの和解を呼びかけたが、彼のこうした姿勢は、ユダヤ人社会の噴激を買った。このため、 ユダヤ系音楽家が支配的なアメリカ楽団から事実上追放され移住したイギリスを拠点に活動するようになる。イスラエルに対しても晩年まで批判的な姿勢が見られた。ビルヘルムフルト・ベングラー、ロジャガ・ロギ等の項目を参照。戦後間もない1951年にアメリカの親善大使として日本を訪れる。この初来日の際、当初は アメリカ人として、日本に悪感情を持ち、日本の新聞記者に向かって、ジャーナリストなら、真珠湾攻撃を知っていただろうと質問したこともあった。しかし、この来日中、日本に対する感情が大きく変化し、大の新日課となった。後年、竹光透が、アンドレー・タルコフスキーの死を悼んで作曲した、弦楽合奏曲、ノスタルジアを絶賛し、 自らこの曲を演奏した。また、皇室とも信仰を持ち、皇后方のピアノ伴奏でバイオリンを弾くなどしている。この来日中に出会った靴磨きの少年にバイオリンを贈ったという美談が、朝日新聞に掲載されている。また、この創作童話が発行されている。少年とバイオリン音楽の神様からの贈り物、滝一平作、宇野明が、国分広子解説。 ヤマハミュージックメディア。ソ連のユダヤ系演奏家と親しい関係を結び、ダビッド・オイストラフの初訪米を実現するために、国務省の友人に協力を依頼したり、ムスティスラフ・ロストロポービチが、その反体制的な姿勢から、ソ連当局から嫌がらせを受け、出国を妨害された際には、自らソ連当局に圧力をかけるなど、共産主義体制下のソ連音楽家を支援している。 戦後にバイオリニストとして名声の頂点を極める一方第二次大戦中の過労が原因で体の故障に苛まれしかも少年時代の集中的でない音楽教育の結果芸術的にも困難を抱えるようになったこれらの難局を切り抜けるために座禅や洋が最色主義を実践し壮年期になるまでソリストとしての活動に取り組んだメニューインは 精神世界に興味を持ち、ユダヤ系ドイツ人哲学者のコンスタンティン・ブルナーの思想に深く傾倒したブルナーがシオニズムに反対し、キリスト教に近い立場を貫いたことから、メニューインもヨーロッパ人の同化主義者の姿勢を選び、アイザック・スターンなどに比べて、イスラエルの利害に対する関心が著しく低かった。1952年にヨガ行者アイアンガー、 BKS アイエンガーと進行を結び、アイアンガーがロンドンやスイス、パリなどヨーロッパ各地にヨガセンターを設立するのを支援した。ご半生ではバイオリニストとしての活動よりも指揮や音楽教育に献身した。1962年にサリーニユーディメニューイン音楽学校を開設、1984年にはポーランドに、 オーケストラシンフォニバルソビアを設立し、自ら指導に当たった。またその頃に、カリフォルニア州、ヌエバスクールにも新たな音楽カリキュラムを導入した。著名な門弟に、ナイジェル・ケネディやテフ・ハリムがいる。1979年ドイツ出版協会平和賞、受賞。また、バイオリン競争曲に誕生、MWVO3 や、バイオリン・ソナタへ、蝶々、 MWVQ26 などのフェリックス・メンデルスゾーンの未出版作品を発掘し、出版、演奏したことでも知られる。晩年にはクラシック以外の分野とも交流し、1980年代にジャズバイオリニストのステファン・グラッペリのジャズアルバムの制作に参加、また、シュタール奏者、ラビシャン・カールと共演その室内楽曲を録音した。 1985年にイギリスに帰化。1965年にすでに英国王室より除君されていたが、国籍変更に伴い正式にサーの訓位を授与され、さらに貴族の称号であるロードも授与された。尺位名はメニューインダンシャク、バロンメニューイン・オブ・ストーク・ディ・アバーナーン。音楽家でロードの称号を授与されたのは、他にベンジャミン・ブリテンやアンドリュー・ロイド・ウェバーなどがいる。 1990年には、長年の音楽活動に対して、グレン・グールド賞を授与された。あった方面の事柄に関心を示し、丸山ワクチンへの関心、晩年、ホロコーストに疑問を投げかけた、フランスの左翼系哲学者、ロジガロゲを支持したことなど、物議を醸す言動も見られた。ホロコースト否認参照。1999年、機関支援の悪化により、 ベルリンで高いメニューインの死後、英国の王立音楽アカデミーにメニューイン音楽文庫座 UD メニューインア c 部ブが開設された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。